コンスタンティン・ティフは第二次ブルガリア帝国の皇帝。スコピエの貴族ティフの子として生まれ、セルビア王ステファン・ネマニアを母方の祖父に持つ。セルビア王ステファン・ウロシュ一世はコンスタンティン・ティフの叔父にあたる。二百五十七年のブルガリア皇帝カリマン二世の死後にベオグラードの総督ロスチスラフ・ミハイロビチによって皇帝に押されたミツアセンに対してブルガリアの貴族は コンスタンティン・ティフを皇帝に擁立した。1261年に、コンスタンティンの軍は、ミツアセンから決定的な勝利を収め、敗れたミツアセンは、東ローマ皇帝ミカエル8世の下に亡命した。コンスタンティンは、帝位の正当性を強調するため、アセン家の血を引くニカイア皇帝テオドロス2世の娘、イレネと結婚し、アセン世を名乗った。 1259年から1261年にかけて、コンスタンティンはミソ、ミツアセン以外にハンガリーとも戦わなければならなかった。1259年に、ハンガリー軍はブルガリアに侵入し、1260年に、コンスタンティンは、短い期間セベリーを支配した。しかし、1261年に、ハンガリーの王子シュトバーンに率いられたハンガリー軍は、 セベリンを奪回し、ブルガリアの支配下にあったビディンとロムを一時的に占領した。ブルガリア軍はビディンを統治するロシア出身の貴族、ヤコブスベトスラフの指揮下で湿地を奪回した。1261年にニカイア皇帝ヨハネス4世がミカエル8世によって敗位された後、ヨハネス4世の義兄帝にあたるコンスタンティンはミカエル8世と敵対する。 1264年に、モンゴル国家のキプチャクハン国の軍隊が再興した東ローマ帝国の領土に侵入すると、ブルガリア軍も入港に参加するが、ブルガリアの国位を向上させるほどの成果は、上げられなかった。コンスタンティンティ不在中のブルガリアの領土ブルガリアは、1268年に、火の入れんがなくなると、翌1269年にコンスタンティンは、ミカエル発生の命、 マリアをめとり、東ローマとの関係の改善を図った。しかし、マリアの根子として約束されていた、アンギアロスとメセンブリアの譲渡をめぐり、東ローマとの関係が悪化する。ミカエル8世は被着室の娘、エブフロシニを、キプチャクハン国の有力者の外に嫁がせて、ブルガリアンに対抗し、東ローマの同盟者となった、野外の軍は1274年に、 ブルガリアで略奪を行った。このため、ブルガリア軍は撤退しなければならず、アンギアロスとメセンブリアの請求権は放棄された。また、ミカエル八世は1274年に開催された第二リオン公会議に施設を送り、聖教会とローマ教会の合同を承諾し、このため、ブルガリアと東ローマの関係は悪化した。東ローマ貴族の間では、 教会合同に対する賛否が分かれており、コンスタンティンのヒマリアと彼女の母は、教会合同に対して否定的な立場を取っていた。知性の末期、コンスタンティンは落馬のために、体の一部が麻痺し、原因不明の病にかかる。コンスタンティンの代理として、ヒのマリアが政務をとり、1272年頃に二人の間に生まれたばかりの子、ミハイルを共同統治者に体感した。 マリアは1270年代の東ローマとの外交で主要な役割を果たし、また1276年にビディンで皇帝を戦勝していたヤコブスベトスラフの独殺を指示した。一方、軍費を費やした末の敗戦、度重なるモンゴル軍の侵入、経済不安はブルガリアの農民を苦しめ、1277年に農民、イバイロが指導する民衆の放棄が発生する。 コンスタンティンは反乱の鎮圧に向かい、反乱軍との海戦では足に障害を負っていた。コンスタンティンは馬車に乗って、指揮を取った。しかし、皇帝側は大敗し、コンスタンティンは捕らえられて殺害された。コンスタンティン・ティフは、生涯に三度結婚したが、最初の妻とその間に生まれた子の名前は不明である。イレネの母親は、ブルガリア皇帝、イバンアセン二世の王女エレナであり、 イレネーは、イァンアセン二世の孫にあたる。ナオキ、ビザンツ帝国史、777ページ。ディミトロフ、イスソフ、ショポフ、ブルガリア1、97ページ。AB ナオキ、ビザンツ帝国史、779ページ。ABCD、ディミトロフ、イスソフ、ショポフ、ブルガリア1、98ページ。ありがとうございます。